の26日日曜日です。この放送がある頃にはもう秋本番といいますかね、日本が一番美しい季節、奈良が一番美しい季節やと思います。さて、私は今新大宮の駅からちょっと歩いたところにある奈良市中央郵便局の前へ来ています。今日はね、ここからちょっと歩いたところにあるフラダンススクールをご紹介します。新大宮は奈良の新しい文化の発信拠点として、たくさんの文化教室のある場所でもあります。前回からこのコーナーではそんな新大宮のさまざまな教室を紹介しています。そうですね、新大宮の駅から5、6分も歩いたでしょうかね。このマンションの2階にね、今日訪れるシェスタダンス教室があるんです。ダンスを中心にして社交ダンスとかジャズダンスとか様々な文化教室が開かれているところなんですよ。